らもアーニャの母役でいてくれたら嬉しいです。それと僕の妻役も。浦和らしでよろしければ。帰りましょうか。皆さんこんにちは。私たちのチャンネルへようこそ。スパイ X ファミリーシーズン2が全く新しいミッションとストーリーとともに帰ってきます。ロイドとヨルフォージャーは素晴らしいキャラクターと声を備えたアニメシリーズの中で間違いなく私たちのお気に入りのカップルの一人です。ロイドの声は江口拓也、夜の声は早見沙織が担当し、はい、ロイドフォージャー役の江口拓也です。よろしくお願いいたします。はい、夜フォージャー役の早見沙織です。よろしくお願いします。日本で急成長を遂げている2人の声優です。しかし皆さんはご存知でしたか？2人が同じアニメで声を担当するのはこれが初めてではありません。2人とも少なくとも最大10種類の異なるアニメシリーズで一緒に声を担当していました。それでは2人がこれまでに共演したキャラクタートップ5を見てみましょう。ウルフ隊長、大丈夫ですか？返事をしてください。ありがとう、優しいフリッパー。でももういいんだよ。ナンバー5、機動戦士ガンダムエイジアセム&ユリン役。このシリーズでは江口はガンダムパイロットのアセムの声を出し、早見はシリーズの脇役であるユリンの声を演じました。このシリーズでは両者の絡みはあまりありません。タツノ戦士、遊ぶ金欲しさに殺すタスミ兄弟兄へ。仕方ない。ネズミくん、ミノホは任せてもいいかな？十二大戦のナンバー4、タツミ兄弟兄アンドシャリュウ役。このシリーズでは江口は辰巳または辰の江戸として声を出し、早見は砂竜または猿の江戸として声を出しました。両方とも大量殺人ゲームを生き残ろうとするキャラクターとして演奏されました。塔に登ることを夢見てきたんです。お願いします、お願いします。神の塔第3位、シリス&レイチェル役。このシリーズでは江口は塔の頂上に登るキャラクターの一人であるシビスの声を出し、早見は女性主人公の一人であるレイチェルの声を演じました。熊の元に行きたい気持ちは十分にわかる。我々も同じ気持ちだ。あ、バイトしてたのバレちゃいましたか。すいません。異世界カルテットナンバー2、ユリウス・ユークリウス&バイクトリア・イバノフナ役。異世界はこのスバ・オーバーロード RE、 ゼロから始める異世界生活、幼女戦記盾の勇者の成り上がりシリーズ間のチビスタイルのクロスオーバーです。これがアニメシリーズレイと幼女戦記に登場する江口のユリウスと早見のビクトリアの名前を聞く理由です。1位に入る前に注目すべき言及をいくつか紹介します。会長、特待生のイルマですが教室にはいませんでした。いる、人間はいる。悪魔の学校へようこそ。ジョニー&アメリ役のイルマくん。よっ、リーダーかっこいい。おいおい、だってさ、急に前に出て接近戦やれって言われてもおっかないよ。ソードアートオンラインダッカー&サジ役。はじめまして、フラナ機関からやってまいりました、アイラ・ユルキアイネンです。ガンダムビルドファイターズルアン&アイラ役で出演。はいはい、撮っていいよ、撮りなよ。そう、ありがとう。ごめんなさい、撮り直した。ナンバーワン、やはり俺の青春ラブコメは間違っている、アルシャチマン&ユキノ。このアニメシリーズでは江口が八幡役、早見がユキノ役を演じています。八幡とユキノはシリーズの主人公であり、どちらも最終的にカップルになりました。このシリーズの八幡とユキノのシーンの多くはスパイ X ファミリーのシーンに匹敵します。これは彼らにとって主要なカップルとしての最初の役割であるはずであり、それが彼らにロイドと夜になるインスピレーションを与えると信じています。
両者による信じられないほどの声キャラクターのパートナーシップでした。近い将来、二人が再び一緒に声を上げることになると確信しています。いつもお付き合いいただきありがとうございます。次のビデオでお会いしましょう。